日本東京都北区田端新町田端新町は東京都北区の町名。現行行政地名は田端新町1丁目から田端新町3丁目。郵便番号は114-0012東京都北区滝野川地区の最東端に位置する荒川区との区境にあたり北部で荒川区にしをぐ、東部で荒川区東をぐ、南部で 荒川区西日暮里、西部で東田畑と接する。町域内は商工場及び商業地を含む住宅地であり、南北に小久橋通り、南東から北西に明治通りが通り、南部の田畑新町一丁目交差点で交わっている。また、北西部の田畑新町三丁目交差点では、東京都道458号白山を台線と交わっている。 町域全体は、明治通りに沿って南東から北西に伸び、西園は、東北本線で、東田畑と隔てられているが、5カ所の自動車が、往来できるガードをくぐって往来が可能である。町域内に、駅は存在しないが、西側の JR 山手線、京浜東北線田畑駅、北東の日暮里、舎人ライナー赤土小学校前駅。 南東の京成電鉄新三河島駅、南側の JR 山手線、京浜東北線、東京メトロ千代田線、日暮里、舎人ライナー、西日暮里駅にそれぞれ徒歩で利用することができる。また、1丁目に六海通り商店会、2丁目に田畑新町本通り商店会、2.3丁目の境に田畑新町中通り商店会5月以前は、 田畑新町中通会がある。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、田畑新町2の16の7の地点で44万8000円、平方メートルとなっている。江戸期、この区域は、田畑村の一部であり、村を大きく2分した西側、崖上の上田忠と東側、 外貨の下田橋に二分されていたうち下田橋の東半分にあたる。下田橋の西半分は、現在の東田端にあたる。さらに細かく分けられた商名として、真月と、新木塔の一部にあたっていた。田端から、お台の私を通って、西新井大師に向かう参道が、現在の旧お台通りにあたり、この地は中途にあった。幕末に、 将棋隊が三夜に落ち延びた際に、人家の前に濡れたむしろを垂れて戦ったがりあらずと見て、自分たちの服装と農民の衣服を取り替えて、去ったという証言が残されている。また、将棋隊が去った後に官軍が来て、死祭を聞いて去ったと言われている。1889年に、町村制が施行されると、この区域は、北豊島郡滝野川村大技田畑のうち、 アザガミの木、アザサンヤ前、アザイボリ、アザイボリフ、アザトモビ、アザマンカ、ツト等となった。1913年10月1日に、滝野川村が、調整施行し滝野川町になった後も、それぞれの小技であり続けた。1930年5月、滝野川町の大技として、田畑新町が誕生した。東京市の設置した町会町名へ、 地盤整理委員会によって新たに編入される予定の20区の町村に対し、鉄道、軌道、または道路、河川などによって区分統合し、旧庁はなるべく旧省を尊重するという大方針、及び委員会の定めた6方針のうち、大技をもって地盤区域とする町村坂井整理は、 大技の区域をもって、新町とすること。大技の区域があまりに広く、一般に小技を使用しているもの、または、数商字を総称する。地方名のある時は一章字、または、数商字の区域をもって、新町とすること。大技の一部が、他の大技に散在し、または、他町村に飛び散している場合は全行になろうとの方針によって、 東北本線小串線伊東の滝野川町内、旧来の下田橋の大半を田端新町1から3丁目とした。1932年10月1日、滝野川区の町となる。すでに地盤整理済みだったため、町名、地盤とも変更がなかった。関東大震災後及び滝野川区が形成されて以降、ことに1938年以降は、 軍用地が多くを占めた第一部に対して田畑新町をはじめとする低地部は民間工業を中心とする工業地帯として発展した。1942年以降は第二次世界大戦の激化により一般工場の軍需工場化及び大小の軍需産業の流入が起き昭和町及び堀り船に続く工場密集地帯となった。終戦後、 1947年3月15日になると帰宅成立のため帰宅田畑新町1から3丁目となった。また1966年2月1日に住居表示が実施された。交通の便が良いこともあり密集した商工場は住宅地や高層マンションに置き換わり明治通り沿いの機械問屋街も次第に住宅地に転換している。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。田畑新町ガードに取り付けられた看板とえ田畑新町一丁目アパート。ありがとうございます。